なめたは旬でだんだんと熱くなってくるんです。一番おいしい時期だと思います。煮付け魚の王様。この辺が美味しくなるのはいわゆる寒の水温になってきた時だと思います。子供がすごくなってきたでしょ。綺麗な水でしょ。煮付けに合うっていうんでしょうかね。あの魚って焼いて合うのと煮付け魚ってのあるんですけど、これは煮付けだ。しっとりとした味が染みるっていう表現かな。カレーも縁側なんです。特になめたは縁側なんです。縁側はゼラチンの塊みたいなところ、とろっとした溶けて、もう天然のうまさでは最高ですから、美味しいものです。